では判定に移りましょう。審査員の皆さん、白組のアシカたちだと思う人は青色のペンライト、赤組のお客様だと思う人はピンクのペンライトを光らせて上に上げてください。それでは判定の時間いきますよ。せーの、はい、勝ったのはちょっと圧勝赤組でーす。やりました。皆さんありがとうございます。いやー、とっても素晴らしいお客様。そんなお客様には私たちからプレゼントがございます。こちらアシカショーオリジナルのポストカードのプレゼントです。よかったらぜひ記念に飾ってください。はい、では頑張ってくれたお客様に皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。あー、皆さんどうもありがとうございました。さてさて、アシカたちも少しは体を動かせたかな。そうですね。でもアルファベット対決楽しかったです。そうですね、アシカならではの水中種目で体をほぐしていきます。ではレグからいきます。得意なジャンプ、空中回転です。ではこちら側のダイビング台からハンタが水中種目を決めます。いますよ。はい、ダイビング。それでは大きな体を生かして、おー、頑張ります。いますよ。ターゲットしましょう。ハイジャンプ決まりました。これでバッチリ体が動かせてよかったです。アシカたち、かっこいい演技をありがとう。あ、これでアシカたちも熱唱がつではなくなってきたようですよ。さて続いてはお友達に頑張ってもらいましょう。新春言葉遊びです。さあ続いてのコーナー、先ほどは大人代表に頑張ってもらったので、お子様に頑張ってもらいますよ。実はですね、今から文字を入れて遊んでもらう言葉遊びに挑戦してもらいます。今配っている輪っかには文字が書かれているんです。アシカに輪をかけて、こちらにある梅の花に文字を入れていきましょう。すべて輪がかかると文章が完成しますよ。じゃあお姉さん、よろしくね。はい、わかりました。さあ今3名のお友達に輪っかを配りました。その輪っかには文字が書かれています。ではお友達